断層に沿っての変異ですけども、上部方向にですね、縦方向がの変異が主で、それが最大で2メーター、2.1 メーターです。あの人の背丈よりも大きい、ちょっと高いぐらいの崖が出ました。東側に向かって矢印がぎゅんと伸びてますが、これはだからこの西日本に対して東日本が最高側に、東側にこんだけ移動したということを示しています。で、一番大きいところではですね、5メーターぐらい東に動いて、で実はイラクのところでもですね、この分校のところでも、まあ、150センチぐらい、1.5 メーターぐらい西日本に対して東に動いています。駅がこういうふうにですね、長軸がこう立つような、でこれは断層運動でこうぐるっと下がった時にこう先断を受けて、それでこうこういうふうに立つようになってますから、ここがメインの断層帯です。でこれがずっと伸びてきて、大体この辺りまで、ここもなんとなくこう地層、この砂の層がずれてるのが分かりますが、この辺りまでこうメインの断層がこういうふうに伸びています。これが2011年の時に動いた断層です。西に向かって70度ぐらいで傾いています。それで傾いていて、こちら側のこういうのをこっち側を上盤、こっち側を下盤って言います。でこっちの上盤側の方がここでこうずっとこっち側が下がってますから、これは正断層です。逆に断層が実はもしこうだったとして、それでこっち側が上がってこっち側が下がれば、これは逆断層です。この中にはちょっと火山灰を分かるようなものは入っていませんでした。